ドラえもんのび太の新恐竜謎の人物登場。僕ドラえもんです。映画に登場する謎がいっぱいの人物について紹介するよ。ジルと通信している怪しい女の人、彼女も僕たちの行動をずっと監視していたみたいだ。何か恐竜と関係があるのかな。名前はナタリーっていうみたい。果たして彼女は敵なのか味方なのか、映画ドラえもんのび太の新恐竜で確認してね。こんにちは、渡辺直美です。私は木村拓哉さん演じるジルと共に白亜紀でのび太たちを監視している怪しい女ナタリーを演じました。ナタリーは重要なある秘密を知っているのですが、その秘密とは何なのかご期待ください。映画ドラえもんのび太の新恐竜、映画館でお待ちしております。